来の件引き受けましょう。ドイツを奏でる旅ですね。私は旅マイスター。あなたが望む世界でたった一つの旅を作りましょう。この番組は人生に旅という喜びを JAL カードがお送りします。バッハ、ワーグナー、ブラームス、ドイツは音楽王国だ。それを支えてきたのはこの小さな村ミッテンバルド、バイオリン職人の里だ。運命はこのように扉を叩く。ベートーベンの言葉を胸にこの扉を開けよう。ガイゲンバウマイスター、バイオリンのマイスターか。出会いたかった本物のマイスター。20年も乾燥させた松の木を職人の勘一つで削り上げる。完成まで3ヶ月。Die Lösung finden, wie bearbeite ich dieses Holz, damit es eine gute Geige gibt. Ich kann nicht einfach wie eine Maschine immer alles gleich machen, sondern man muss eben individuell jedes Stück. 聞かせてもらおう、ドイツの魂を。ベートーベンは言った。この地上ではなすべきことがとても多い。急げ。なに、急がなくても大丈夫。バイオリンの音色は逃げやしないさ。私は旅の呼吸を記し続ける。この番組は人生に旅という喜びを JAL カードがお送りしました。